大阪阿倍野筋の裏通りに佇む名建築、現代建築に功績を残した建築界の巨匠村野藤吾が設計し、自らの事務所として使っていた歴史的建造物は、現在人気のカフェ、そして暮らしを彩るアイテムが揃うショップとなっている。僕らのカフェって全部値札がついてまして、壁材とか家具とか照明とかも全部値札がついてて、僕たちのその理念とかビジョンに近づいていくカフェというものがやっぱり一番フィットしたっていうのが自分の中であって、でカフェにしました。優れた商品、サービス、その進化に秘められた戦略と決断。今回は八尾市に本社を構えるものづくり企業友安製作所。かゆいところに手が届く、もうこれも友安でいいわ、これも友安でいいわ、これも友安でいいわっていう形になっていただけるように、事業を展開している。インテリアにエクステリア、DIY 用品、カフェやレンタルスペースの運営、果てはまちづくり事業まで、事業の多角化で一つの経済圏の創出に挑む友安製作所の戦略と決断の瞬間に迫る。スイッチ。大阪八尾市に本社を構える株式会社友安製作所の創業は昭和23年。ネジを作る小さな町工場からのスタートだった。私が3代目になりますので、私の祖父が友安正美が1948年ですねに、ネジ製造会社として始めたのが創業になります。羊頭釣り館って分かりますかね、ハテナマークみたいになって先がネジになってる、そういったそのネジを作っていたんですけど、1970年代ぐらいからこう和室文化から洋室文化にこう変わる中で、そのカーテンっていうのがめちゃくちゃ売れたんですね。カーテンのように引っ掛けるカーテンフックみたいなものをネジの技術を使って私の祖父が自動機を開発して、でそれで急激に伸びたっていうのが、友安製作所の黄金期みたいなのがあって、ちょうどそれが1980年90年ぐらいが多分黄金期で、当時は30名ぐらいスタッフがいたっていうことですね。はい。懸命に働く祖父や父の姿に幼少期から羨望の眼差しを注いでいたという。中学入ったぐらいではもううちの父親が社長になってたので、その社長社長と言われているその父親が、すごいちっちゃい会社で、あれなんですけど、かっこよく見えたっていうのがあります。はい。その工場が比較的家から近かったのもあって、特に土曜日とか日曜日、当時はずっと仕事してたんで、一緒に配達行ったりとかいろいろ行ってくると、後継ぎっていうふうに言われるんですね。お前が継ぐんだなみたいなことを言われたのはやっぱり覚えてますね。はい。そんな周囲の期待とは裏腹に、わずか16歳でアメリカに渡る決断をした。多分小学生1年の時に見た映画が、こうグループワークみたいなものをこうアメリカの、本当に一つのシーンなんですけど、学校って面白くない場所ってこう決めつけていたのに、その映画のワンシーンで見た学校は、めちゃくちゃ楽しそうだったっていう部分がカルチャーショックというか、で中学生になったら行きたいってもちと言うと、義務教育まで終わるまでダメって言われて、で義務教育終わっていくって言うと、次高校受験から逃げるのかって言われて高校受験だけ一応して、1年間だけの約束でですね行ったっていうのが、きっかけになりますね。はい。アメリカでの暮らしが肌に合い、1年という約束をよそに現地の大学へ進み、卒業後もアメリカで就職した。最終的に、MBA といわれる大学院まで行ってですね、大学院はもうビジネスの方に、経営修士っていうのを取って、で、それ持ってると結構就職が有利でですね、向こうも。で、そのまま商社に働かせてもらって、それから9年間は帰ってこなかったですね。だからもう全く未練というかない、はい、もうアメリカに自分はずっと住むんだっていうイメージで、行ってました。そんなアメリカでの生活に終止符を打ったのが、母からの一本の電話だった。ちょっと父親が、おかしくなったと。で、一過性健忘症っていう、本当に一過性で今でもピンピンしてるんですけど、
ちょっと中に変わってって電話でかかってももうオンオンしか言わないんですよね。なんかそれがすごくまあ悲しい気持ちと、あとはなんかずっと跡継ぎとかってずっとこう小学校とかちっちゃい子に言われていたことがこうフラッシュバックのように頭の中で出てきて、もう単純に父親と一緒に働きたいなっていう気持ちが出てきたんですね。スイッチ。日本への帰国を決意したものの、徐々に体調を取り戻した父から智康製作所に入社はさせられないと言われた。明るい展望がない会社に、しかも、まあ、わざわざお金払ってアメリカまで行かせて、まあ、ちゃんと MBA の取らせたのになんでこんな町工場に帰ってくるんだっていうのが、まあ、理解できないというか、廃業するつもりだっていう感じ、はい、やっぱどうしても働きたいっていうことを父親に伝えて、じゃあ、まあ条件付きで、まあ、半年以内に自分の給料を稼ぐっていうことと、まあ、既存の仕事をしないっていうことと、あとまあ元では30万円っていう、当時僕15万円の給料だったんですけど、単純に自分の給料を稼ぐっていうよりも、まあ、この会社をまあ何とかしなきゃいけないっていう、まあ、そういう使命感みたいなのがあって、まあ、結構がむしゃらに働いていた記憶がありますね、はい。そして新規事業としてスタートさせたのがカラーズである。ずっとアメリカに行ってて、一番安全な日本という国に僕は帰ってきたのに、まあ、連日ニュースとかで見る番組って結構凄惨な事件が起きてて、でなんでだろうなって、なんか怖いなって漠然とこう思ってたんですね。でそんな中やっぱり9年ぶりに帰国したんで、まあ、友人の家とか親戚の家とか、まあ、自分の実家もそうなんですけど、こういろいろ行ってるともう全部同じ家に見えたんですよ。本当に白い壁紙、ちょっとダーク系の床、間取りまで一緒っていうのが、まあ、正直ちょっとびっくりして、でその時に、まあ、その凄惨な事件っていうのとそこがこうリンクして、もしかしてみんなこう暮らしを楽しんでないからこういう凄惨な事件が起きるんじゃないかなと思って、で、まあ、なんか自分が新しいことするんだったら人々の人生にこう彩りとかで、もう暮らしに変化を与えれるようなことがしたいなと思って、まあ、カラーズっていうブランド名を勝手につけてですね、で、インテリアの商品を始めた。カラーズで自身の給料の捻出はもちろん、会社の経営も好転させた。2016年、父から経営を受け継いだ智康社長が近年取り組んでいるのが、インテリア、エクステリア、DIY 用品の製造販売のほか、工務店やレンタルスペースの運営、そしてこちらのカフェ、さらには街づくり事業にまで及ぶ事業の多角化である。ちっちゃい経済圏のような形で僕たちは考えてるんですけど、単純にお金儲けをする経済圏ではなく、どちらかというとお客さんの満足度ワンステップで、もう智康製作所で全部できるよというサービスをこう目指しているので、だからまあ一見本当にバラバラのように見える事業もまあ一つの理念でつながっていて、まあ、それをもう全てをカラーズサークルというふうに僕たちは呼んでいて、まあ、あのお客さんの満足度を最大化させる、まあ、かゆいところに手が届く、あもうこれも智康でいいわ、これも智康でいいわ、これも智康でいいわっていう形になっていただけるように、まあ、事業を展開しているという形ですね。ものづくりの町として知られる八尾市。以前この番組でも取材した藤田金属とのコラボ商品を手掛けるなど、八尾のものづくりの発展にも寄与していきたいと智康社長は語る。なんか僕らは、まあ、八尾でも少ないマイナススタートで、ちょうど彼も3代目で僕も3代目なんですけど、まあまあしんどかった時期があるからこそ、何か新しいことをしなければいけない状態に逆に親がしてくれてたっていうのは良かったよねっていう話をしてて、これがぬるま湯じゃないけど、なんとかこう今までの既存事業もうまくやりながらやれてたら、ここまでのことはできてなかったっていう、逆にもう自分が何とかしなきゃいけないっていう状況があったから逆に今があるよねっていう話は2人でしていて、うん、なんかそれはなんかいろんな会社さんのまあちょっとでもヒントになればいいなとは思いますけど、はい。